しごじゃないまーい。嘘つき。嘘つき。はい、クリスマス3回目です。え、平和さんからのお土産でもらったんだけど。はい。俺なんかゆかさんたちとみんなで飲んでねって聞いてないよ。え？私はメッセージをいただきました。あのさ、はい、ということで最終京王線さん階段好きの方からいただきましたくまモンのお酒です。ありがとうございます。渋谷の道玄坂カフェさん通常営業中に場所をお借りしてオフ会を兼ねてのお酒を飲む会をやってます。リワです。イエーイ。かわいい、かわいい。開けます。やった、開けます。くまモン大好き、くまが好き。くまモン大好き、くまが好きって何だろう、番組タイトルみたいな。すごい、ここまでくまモン見えますかね。ほんとだ。くまモン、缶バッチ好き。もらってて。もらいます。くまモン模索、赤模索。こちらも先ほどのと同じ芋焼酎ですね。からしれんこんももらったんだけど、からしれんこんはさすがにちょっと気絶的に怖かったんで、そうですね、食っちゃえば。熊本県のお酒です、やはり。明治35年創業、老舗酒蔵の本格焼酎です。です。え、すごいですね。模索って白ラベル、赤ラベル、金ラベルがあるんですね。白が、いや、赤の説明しよう。贅沢な赤芋焼酎、原材料は熊本県産の赤芋、かっこ熊本なんとかを使用し、黒麹で仕込んだ一品。芋本来が持っているほんのり柔らかな香りと口の中で広がる自然な甘みを引き出しましたとのことです。開けます。ふなっしーじゃない、くまもん。シャッハーじゃないもん。主語じゃないもんも実はくまもんから取ってるんですよ。くまもんが好きだから、くまもんってなんとかだもんって言うじゃないですか。あ、主語じゃないもんって。チキタさん考えてるよ。チキタさん、あの、生きてらっしゃるんで。生きてらっしゃる。くまもんはね、あれはね、だって着ぐるみだからね。夢がねえな。こんな、みんなお酒の進みが良くないの。仕事なんで。乾杯。乾杯。さっきのより香りがきつめですね。うん。味も結構ピリって感じの。すごい芋ですね。みんな温泉入りながら飲みたい、これ。温泉で芋焼酎はもう完璧ダメだ。ダメですからね。ちなみに白はすっきりした一品って書いてあります。で、金が2年以上を熟成させたまろやかで濃厚なプレミアム芋焼酎って書いてあります。芋もいっぱいありますね。しかも平成22年度の酒類品評会優秀賞を受賞してるものです。くまもん。かわいい花の花。でも熊本限定なんですよ。わざわざその熊本に行った時に私がお酒好きなのを知っててお土産として買ってきてくださったみたいな。嘘つけ、そんな話聞いてねえぞ。やっぱ嘘つきだ。そう、メッセージにはそう書いてありましたよ。だって行ってきた帰りにじゃあこれお土産
けとかってどんどんどんって置いてって今度飲んでくださいよって言って帰ってたんですね。これ古酒だからとかって他のやつも置いてたの。休日は熊本だもん、黒川温泉気持ちいいんだもん。俺の話は無視だ。阿蘇を登るんだもん、熊本の芋焼酎は美味しいんだもん。全部読んだ。酒豪じゃないもん。酒豪だもん。酒豪じゃないもん。ボンボン。ボンだけ飲んだもん。熊本で芋焼酎ですね。ですね。うん、熊本は熊焼酎っていう。熊本は熊焼酎？熊ってあの玉に磨くっていう熊焼酎っていう。はい。あ、ああ。映画の芋焼、米焼酎が、米焼酎が有名、多い、多い、多い、酒豪じゃないの。でもなんかいいですよね、くまモンとコラボして。つける。かわいいくまモン。アイラブモサクって書いてある。この焼酎の名前、アイラブモサクって書いてある。自分の彼氏がモサクな子にはぴったりですね。モサクさんって今いらっしゃるんですか？知らないですけど、知らないですけど、全国に何人かはいると思う。全員60代以上と。そう、大学時代の私を作ったんです。焼きだ、常にすっぽんぽんだったんですね。金髪でした。いい1個しか作ってない。遊びで作りました。はい、クリスマス終わりです。クリスマス終了、終了です。終わりです。来年はクリスマスありません。ありがとう。